見える開開花花こんにちは一般社団法人 GP の村松大輔です皆さん、えー、学校がですねどんどん,どんどんお休みになっている地区がどんどん増えております。えー、うちもですね群馬の沼田なんですが、えー、1回4月の頭に、ね、入学式が始まってから、えー、学校あったんですが、えー、ちょっとコロナウイルスが出てきましてです、ね、来週からお休みと、ゴールデンウィークから、まあ、明けまでお休みという形になりました。 でその中で、ね、いかにこう子どもたちが、まあ、高校の方は宿題がもうすごいたくさん出てるんですけどもいかにこう子どもたちがこう、ね、たくさんこう覚えてもらうかみたいにたくさんこう宿題が出るところもあるんですけども何が一番重要かなと頭に詰め込み型なのかな、ね、心をこう開かせていくことなんかできないかなというところも、ね、いろいろと考えられていると思いますで今日はその子どもにとって一番大切なところの話に入っていきます。では 今日は子供たちにとって最も大切なものが何かというところです。先日ですね、フォーブスから世界長者番付が出されました。で、1位、アマゾンのジェフ・ベゾスさんですね。で、2位がビルゲスさん。で、3位が、えー、投資家のウォーレン・パーヘットさん。で、その後、だだだだって続いてまして、皆さんの知っているところでいると行くと、マーク・ザッカーバーグさん、フェイスブックのですね、とか、ラリー・ペイジさんとかですね。 Google の社長さん、会長さんとか、えー、Facebook とかですねいらっしゃいますとでこの赤字この赤字何かっていうとこれはユダヤ人あるいはユダヤ人の親にですね育ててもらったという方々ですでユダヤ人が世界のなんていうのかな大きな経済を動かしているとよく言われていますユダヤ人なんでそんなすごいのと思うんですけどもユダヤってどこかというと イスラエルの地域この地域がユダヤ人が多いです。で、このイスラエルっていうのは、何でというか、ユダヤって何で有名かっていうと、3つの宗教がこの地域で起こっています。何かっていうと、ユダヤ教とキリスト教とイスラム教が起こっています。で、この地域は宗教争いがすごいです。ここがうちの土地だいや、何がうちの聖地だみたいなのが争いがすごくてですね。 であとは有名なのがヒトラーによるです、ね、アウシュビッツ収容所によるです、ね、この迫害が多いとそれゆえにこの宗教争いとか土地争いとか迫害によっていつ自分の土地とか家族がな殺されてしまうとか財産がなくなってしまうとか本が焼かれてしまうとかっていうふうにしてなくなってしまうのかわからないとで自分の身内全部ねあの殺されてしまうとか 自分の歴史書がなくなってしまうとか、老い立ちがわからなくなるとか、ということが起こります。で、大臣は本,も本がなくなってしまうので、全部、口伝です。おばあちゃんから子供へ、子供から孫へみたいな感じに、口伝えで、口伝でこう、どん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 こう伝えていきます。紙じゃ残せないので。で、あとね、あの、知ってる人いなくなってしまうかもしれないので、口伝なのと、あと、一番こう言われてるのが、 自分の中に入れたものしか役に立たないと書いておいたものとか本とか関係ないと自分の中にこういかにこう培っていくかということが大事だというのでユダヤ人がとにかくその部分でいろんなことわざが多いんですねでそのそういうことによってユダヤ人がどん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 この世界の経済を動かすまでになっていますでユダヤ人にとって最も大切なものは何かというと誰も奪うことができないものそれが 教育ですよというところです。で、このですね、教育という言葉聞いたことあるでしょうかこちらなんですけども、この部分はですね、エデュケーションって教育っていうふうに日本で訳されてるんですけども、エデュケイトって何かっていうと、引き出すとか内側の中を開くっていう意味です。で、教育 を英語ににしたらティーチングになっちゃうんですね教え育てるっていうとティーチングだからなのでエデュケーションって何かっていうと教育っていう本当の意味はあの正しくないでその子の持っているものを引き出す啓発する開くっていうことなのでエデ,エデュケーションは経育ていう言葉じゃないかとそれがいいんじゃないかというふうにおっしゃってますそれが、えー、東郷大学の学長さん エデュケーションに対する適合、もうふさわしい言葉を探してけれども、才能を引き出すという概念が中国とか日本にない方らしいんですねで。言葉がないのは当然だと。しかし全くないので不便であるから、一応啓発教育を詰めて、契約としてはどうかと考えているというふうに言葉があります。で、またお金に対しての考え方なんですけども、浪費と まあご存知の方多いんですが、浪費と消費と投資っていうレベル、レベル1、2、3みたいなのがあって、浪費というのはマイナスになるお金、無駄遣いの方例えばゲームとか暴飲暴食とか、なくなってしまうもので身に、身にならないものが浪費だと、マイナスになるお金。で、消費というのは必要なもの、プラマイゼロ。で、食べ物、食費とか洋服代とか交通費とか家賃とかですね。 これがないと生きていけないけどっていうものが消費です。で、最後、投資は自分自身を高めていくものでプラスになりますと。将来何倍にもなるもの。例えば、セミナーに参加するとか、本を読むとか本、本のお金とか、何かこう練習、レッスンのお金とか、大会参加費とかですね、っていうふうにお金を投資すあの使うことが投資と。自分をレベルアップさせていく。ここで、<coughs> 生徒たちにも話してるんですけども、大学で例えば新設で、新卒で、まあ、計算しやすいように20万円でしたと。だときに、手元に20万円あります。で、浪費型の人、社会人。こんな感じに、浪費13万円。例えば飲み会とか、娯楽とかですね。ゲーム機買ったとかですね。で、消費7万円、家賃とか、食費とか。で、投資0円だと。いう人と、この投資型の人。 がもうほぼ浪費なしだと飲み会だけで1万円で、消費はこれ同じですねで、投資に12万円かけると、本買ったり、ジムに行ったり、セミナー参加したりすると、この人が、この A A 上のタイプと投資型の下のタイプ、この人2人がですね1年、2年、3年、5年、10年で経っていくと、すごい差が、年収が開いていきます。 自分に能力をつけていくのか、で、自分でね、この、あの、お金の貯まる方向にも使っていくのか、あるいは、ただただ毎日使っちゃって使っちゃって、で、いつもカツカツでこう生活するのか、自分の能力が高まらないから、その分の手当も減るというふうに変わってきます。っていうので、自分に対していかに投資するか、教育、経営約に対して投資していくっていうのはすごく重要です。最先端の経営約。 内側に秘めている才能のスイッチをオンにすると。で、スタンフォード大学とかですね、シリコンバレーでやっている脳科学とか心理学とかメンタルだったり、あと量子力学側からのミッション作りとか、全国大会、関東大会などの選手を出すといったメンタルですね。で、学校全体のメンタルが今、ですね学校行かないと。で、生徒はですね、うちの中学、子どもの次男の中学校がですね、 おまあ、しょうがない、やむを得ない、しょうがないんですが、給食中だけこうマスク外すらしいんですね。で、前を向いて、だ一言も喋らずに <laughs>、給食食べなさいということらしいんですよ。で、普段はマスクずっとつけたままで、で先生の許可を得ないと、マスクを外してはいけないとで、友達との会話も2メートル以上話しなさいみたいな感じで、今日まで学校だったんですね。で、そうすると、メンタルも下がるし、学校行かなくなっちゃうと。 とこの時間に余裕がある10代でその時、才能がめちゃめちゃつきます、開きます、その開きが違います、何を契約していくのか、変わってきます。で、小学5年生の男の子からも、これ、先月なんですけども、えー、自宅で学べる開花塾と、えー、させてもらった時きに、まあ、中高生向けで作ったんですが、彼がです、ね、もうめちゃめちゃハマってくださってです、ね、この数式移写すのが大好きなんですね。 でこの時間のずれ相対性理論の時間のずれとかを書いてくれたり波の話とかですね、えー、やってくれたりしてましたというふうにこの子のスイッチがガーンとこう入るんですねそれは1日こう20分30分なんですけども彼は朝動画を見て私の動画を見てくれてで夕方もう一回見て夜にノートに書きまとめるためにもう一回こう停止しながら見るって言うんですよそこまでこうドハマりしてくれて20回連続で見てくれたんですねでまとめです とにかく内側の才能を開かせるものそれが経育ですで若いうちに内在しているものを開いておくと20代30代で大きく伸びが違いますという形ですで今ですね、えー、3月で自宅で学べる開花塾終了にしたんですけどもぜひこう継続的にやってもらいたいと群馬に通えないから地方の愛媛の方とかですね 東北の方の方とか九州の方の方もですね、とかあとオーストラリアの方の方もですね、ぜひこう、通えないからまた動画配信してもらいたいというお声い,いただきまして、4月から今、組ませていただいております。週2回水曜日と土曜日なんですけどもお、ごめんなさい、出させてもらっているのがこちらのところに、共有戻します。こちらの、よいしょ。 自宅で学べる開花塾、新学期バージョンです。こちらが、ほい。このお母さん方もですね、子供のうちから学びたかったとよくおっしゃってくださいます。えー、詳細こちらとなります。でですね、今水曜日と土曜日配信でですね、4月のみ半額で用意させていただいております。5月から9900円になるんですけども、えー、2、30分の動画をですね、朝の今度6時設定です。6時で 学校始まってる子も学校行く前にこう見れるという形で20分30分スイッチがおっしゃーっと入った状態で学校に行って吸収してもらうとあるいは学校がない子はですねそこでこう朝生活してもらうという形で用意させてもらっておりますで本当にこの子供のうちにいかにこう本当にこう楽しいっていうことを開いていくかなんですねぎゅうぎゅう詰め込み型の教育はもう人工知能にどん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 ね 持っってててもらっていますので、私たち詰め込みではなくてこれ面白いこれなんかすごくこう自分が学びたいというスイッチが入ることがすごく重要です是非、えー、この大切な時期をです、ね、子どもたちが有意義に過ごしていっていただければと思いますでは今日も最高素敵な一日を過ごしましょうさよなら。